まあ、そもそもサッカーをやるきっかけって何だったのかなっていうふうにちょっとお話しして思いました。であと、やっぱりプロの経験もされてると思うので、まあ、嫌だったこととか、まあ、勝つことが楽しいとかってあると思うんですけど、まあ、それぞれ良かったこと悪かったことと、あとは、まあ、プロとプロじゃないことの違いと意識って何か違うのかなっていうのを、教えていただければなと思います。サッカー始めたのは俺静岡の清水市っていうところだったんで、当時はもう日本のブラジルみたいなところで、もうサッカーすごい盛んなエリアだったんで、最初親父に野球っていうかソフトボールクラブみたいなのに入れられたけど、もう半年も経たないうちにサッカーに変わってた。まあ多分それは自然にサッカー部の先生にやれって言われて始めたような感じかな。で、なんだっけ、サッカー何楽しいかっていうあれだっけ。サッカー何楽しいんだろうな。ちっちゃい頃の自分の感覚ね、自分の感覚では、まあ、もちろんボール蹴って何々できるようになるとかっていうのは楽しいんだけど、サッカーを見てたりする、まあ、テレビでもそんなにたくさんやってはいなかったけど、まあ、雑誌とかなんとかで見るとやっぱいろんな国の人がやってるっていうのは感覚的にすぐ分かったと思うんですよね。で、ちっちゃい自分だからこの国がどんな感じなのかも分からないけど、なんでこんなヘアスタイルしてるんだろうとか、その人種も違うみたいなことってあんまり日本にいて普通に感じることなかったけど、サッカーを通していろんな国が見えたとかっていうのは結構刺激的だったのかもしれない。だからなんか特に昔のサッカー選手の方が多いのかな、なんかこう格好とかファッションとかもちょっとこう日本とちょっと違うっていうか、だなサッカーのおかげで、まあ、だいぶ早めに世界の空気を知れたみたいなのはあったかもしれないなとは思ってはいて、まあ、あとは大きくなってから思ったことはもう本当サッカーってなんかもう本当人生っぽいんですよね。なんつうんだろうな、あのエンターテインメント性がそんなにないじゃないですか。要は1点入れ1回シュート入れても7点入りますみたいなのないじゃないですか。あんな90分間やっても1点も入んなかったりするみたいなのあるでしょ。で野球とかはやっぱさ、もう逆転サヨナラ満塁ホームランみたいなのあったりするじゃないですか。人生にそんなのありますかっていう。まあ3点差つけられた時点でもちろん最後ね4点取って逆転っていうのもあるんだけど、年間 J リーグでも0-3から4-3なんていう試合1試合あるかないかぐらいなわけですよね。だからいかにコツコツやることが重要かみたいなこととか、やっぱりその1個の結果を1点取るためにどれだけこうリスクマネジメントも含めてやらなきゃいけないかとか、なんかいろんなことはなんかぴったり教わってるなっていうのがあって、そんなのが一番良かったかなと思って。小学校6年生で自分で思ったらなんかさ、よくピンチの後にチャンスあるみたいなこと言うじゃない。なんかそれでやられたの多いなと思ってだからその勉強で教わることの答え合わせをサッカーの中ですごく当てはめられたんで、なんかまあ良かったなとは思ってます。子供にやらせたくなりますね、なんかね、そういう話聞くと。ありがとうございます。雄弁な野々村チェアマンにこんな疑問を持つ視聴者も多いようで、昔からこうなんだろう、言葉がはっきり強いタイプだったんですか。すごくビンビンやっぱ来るんですけど、話聞いてるとどっかで変わったんですか。いや、験担ぎというかルーティンとかってございますかね。一サッカーファンとして一番好きだった選手ってどなたでしょうか。ピッチの中で仲間を巻き込むとき、そして今チェアマンの立場として J リーグのためにいろんな人を巻き込むとき、どういうことを心がけてるかっていうのを選手の時はもう明確だから